ハラクジラモ目は、後世の進化した原芸類の共通祖先を含む、グループとされてきた原始的クジラ類の分類名。他の和名に、ハラクジラー目、古アモクジラー目、昔クジラク、ハラクジラ類がある。その定義は単系統で、原芸類以外のクジラ類とした人意分類であり、多系統からなる実際と乖離している。現在も引き続き用いられることが多いものの、 本来は解体の上、再構成されるべきものである。新生代古代三期死神予初期頃に、生息のパキュケトゥスカに始まり、同じ世の末期に生息した、バシロサウルス化の絶滅をもって、最後とする。主原的形質を示す陸生クジラ類であるパキュケトゥスカと、海生への適応を示す、その後のすべてのクジラ類を対別しての、後者の故障は、新クジラ類である。 かつて、ハラクジラ類は、葉の特徴に基づいて、原始的有秘爪動物の一グループであるメソニクス、目から進化したと考えられていた。しかし近年では、新機軸による分子系統学と伝統的な形態学がそれぞれにもたらす新しい知見を入れて、玉、ひづめめのカバカと姉妹関係にあるとの見方が支配的になった。ハラクジラ類の素系は、 白秋後期あるいは赤新生の早期のうちに、現在、玉ひズめ類と呼ばれている玉ひズめ動物の原始的なグループの中から分化したと考えられる。分子系統学によれば、後に、ラクダやイノシシに進化する系統に比しては、彼らは遅れて分岐した。しかし、半数類につながる系統よりは、早い時期に分岐したとされている。 その後、クジラの祖先はカバを生み出す系統とも分かれ、海生の哺乳類としての進化の道をたどったもので、あろうとされる。白秋末期の大量絶滅において、それまで長く繁栄していた、主張流などの海生の大型爬虫類が絶滅し、当時の海洋の生態系においては、空白が生じていた。クジラの祖先は、この空白を埋める形で、大型海星動物としての適応を遂げていったと、 推測される。大部分のハラクジラ類は孔子を備えていて、原生クジラ類とは明らかに違っている。資源的な種は頑丈な獅子を備えた完全な陸生動物であったと考えられ、現在最もそれに近いと目されているのは、最古のクジラであるとされ、獅子を持つ動物でもあったパキュケトゥスである。会心の時代である死神を迎えて、ハラクジラ類は、 暖かく広大な旋回であるテティス海を中心として、大いに栄え、多様かつ急速に進化していったと見られる。死は比例と変わり、陸生向きである三半期間は退化して、海生向きである骨伝導構造を持ったクジラ類、特有の耳骨等がそれにとって変わる。この進化の流れは、非常に早く、同じ世の後期諸島には、 初期のクジラ類とは著しく異なるレベルでの適応を果たし長大な体育を持つバシロサウルスの段階にまで達した。すなわち、わずか800万年ほどの短期間でクジラ類は陸生から海生という全く異なる環境への適応プロセスを基本的に完了していたことになる。パキケトスは突起の骨格標本。国立科学博物館の展示。 アンブロケトゥスナタンスの骨格標本、国立科学博物館の展示。左、バシロサウルスケトイデスの骨格標本、国立科学博物館の展示。しかし、これらゲンクジラ類は、死神魚と全神魚を隔てる絶滅期を乗り越えること必ず、おそらくは、バシロサウルス化中のドルドンアカを唯一の例外として、他はことごとく姿を消している。 バシロサウルスかも次の世で見ることはできず、絶滅を逃れなかったはずであるが、幻栄類という子孫を残した後に姿を消した。ハラクジラ類の絶滅は、高度に進化した幻栄類の出現による、トータ圧もあるが、指針余末に起きた気候変動による海水温の低下や解体、それに伴う生物量の減衰が大きく影響したものとみられ、あるいは、 その両方が関係しているとも言われている。原くじら類が絶滅した全身魚の生態系では、旋回の中型海性捕食動物のニッチが空席となったが、熊科の祖先に近い水陸量性傾向の強い、陸生食に苦類であるヘミキオン科の一部がこれを埋めるべく進化を始めて分岐し、続く中心魚までには本格的適応を遂げて、 飛脚類という動物群の地位を確固たるものとしている。彼らは特に原始的な原クジラ類が得ていた、水陸両生の中型捕食動物としての地位を占めることになった。また、後に外洋で進化したイルカが分布を広げる中で、旋回や淡水域にまで進出したことにより、原クジラ類の絶滅によって、クジラ類の手からこぼれ落ちる形となった。 旋回の中型海性捕食動物のニッチは大幅に取り戻された。ハラクジラ類の尾光はパキュケトスカでは頭部の前方に位置していたものが次第に後方へ移動し、最末期の種の一つであるドルドンでは噴部の中間の位置に来ている。しかし水面での呼吸を容易にする頭頂部への尾光の完全な移動は原芸類の登場以降に起こっている。 さらなる改正への適応進化である。パキケトゥスパカシタスイニカスアンブロケトゥスアンヤロジートス、ネイトンズロドケトゥスロドジートスコスロニープロトケトゥス、プロターシタスアッテバスバシロサウルスバザラソリスシトイズ、ドルドンドルドンアトラックス、ハラクジラー目とその子孫の分類。クジラ玉、ヒズメメの系統は、ほぼ明らかになっているが、いくつかの系統の名称や、分類階級は確立していない。 クジラタマ、ヒズメメシーターシャダクティラ、クジラメスティシャ、パキケトゥスカパカチェティデイ、シンクジラルイ、アンブロケトゥスカアンヤロセティデイ、レミングトノケトゥスカレミントナシティデイ、プロトケトゥスカプロタセティデイ、ゲオルニアケトゥスジョージャシータス、バシロサウルスカベシラソリデイ、バシロサウルスアカベシラソリニー、ドルドンアカドルドンチナエ、ゲンゲを落とせた。 ハクジラアモクアドントシーティスクアロドンジョーカスキラダンテイディアスクアロドンカスキラドンティデイラブドステウスカラブダスタイティマッコウクジラジョーカフィジーターイディアヒゲクジラアモクミストシーティタマヒズメメアーティアダクティラまたクジラタマヒズメメ全体の分類系統区分を未整理である現状のままに表記すれば以下の通りである 分類階級について整合性のない部分があることに注意。クジラタマ、ヒズメメシーターシャダクティラ。ラクダアモ目タイロッポダ。イノシシア目、スイナ、スーフォームズ。クジラ半数ア目シトルーマネンティア。ウシア目ルミナンチア。クジラクボバルイ、シタンカドンタオアウィッポモーファ。カバシタメアンコドンタ。ゲールイスティシャ。パキケトゥスカパカチェティデイ。シンクジラルイ。 幻栄類を落とせたお兄をあに寄せて、白ラル類アドントシーティ、ヒゲクジラ類ミストシーティ、ありがとうございます。